どうすか改めて。はい、お疲れ様です。 MFD チャンネルです。今日はですね、車両紹介をしたいと思います。こちら V ストローム 250SX 並行モデルですね。入荷しましたのでご紹介していきたいと思います。比較するためにですね、 V ストローム250も横に並べてみました。 V ストローム250ですね、非常に人気があって今でもすごい売れてるんですけども、まあ、何がいいかっていうと、ツーリングにすごい適してるんですよ。燃料満タンにした状態で500キロ以上だいたい走れちゃうのと、あとは積載量ですね、純正でこんな感じでね、サイドパニアをつけれるようになってたりだとか、あとトップケースをつけて、まあ、3ラケッジで、まあ、キャンプに行ったりね、そういったツーリングがしやすいモデルですね。かなり魅力だと思います。ただ馬力がねちょっと少ないのと、重量がちょっとあるんですよ。250にしてはちょっと重いかなっていうモデルなので、まあそこがちょっと気になる方は多いのかもしれないですね。ただ馬力に関しても、ある程度抑えてですね、燃費を伸ばすっていう方向だと思うので、これはこれで正解なんだと思います。で、重さもですね、安定にはつながるので、そこもこのモデルにはちょうどいいのかなっていう気はします。で、オフロードっぽい形をしてますけども、基本はロードですね。で、それをちょっとオフ寄りに寄らせたものがこの V ストローム 250SX だと思います。外観をちょっとチェックしてみたいと思います。まずですね、フロントのホイール、これが19インチですね。19インチ、後ろが17インチ。 V ストロ250だと前後17インチなんですけども、SX の場合ですね、フロントが19インチになってます。で、特徴がですね、スズキお得意の揺れエンジン、単気筒ですね。揺れエンジンの何がいいかっていうと、すごいコンパクトに作れる、そこが最大の魅力だと思います。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ小さいんですよ。で、水冷と違ってウォータージャケットっていうものがね、そんなに大きくないので、オイルをかけて冷やすみたいな形なんですけども、オイルクーラーがねこっちについてて、で、中のエンジンの温度はオイルで下げるっていうエンジンになります。V ストロームと比べてもらっても多分分かってもらえるかなと思うんですけども、これが水冷ですね。そうするとシリンダーがねちょっと大きめに作らなきゃいけないので、あとシリンダーヘッドもそうですね。まあ2気筒なので、横はね、横幅はジクサーに比べてもちろん広いんですけども、ちょっとエンジンが大きめですよね。それに比べるとかなりコンパクトにできてると思います。こんな感じですね。かっこいいですね。で、ヘッドライト、 V ストローム SX は LED になってますね。後ろ回り、これウインカー普通ですね。で、テールは LED になってますね。で、ナンバー灯もこれ LED かな。で、並行モデルなので、こんなねガードがついてます。おそらく日本仕様の時にはこれついてないと思いますけども、サリーガードって言ったかな、巻き込み防止のためについてます。鍵穴がここですね。で、シートも、2つに分かれているタイプになります。今までの V ストロームだとここね2つつながっているタイプですけど、今回は分かれてる。で、ここに SX ってね、はい、こんな感じで書いてあります。で、メーター周りこんな感じで、スイッチは結構シンプルですかね。これが日本仕様になるとどうなるかは分からないですけども、
ブイストだとハザードスイッチがついてたはずですね。250、これがついてましたけど、こっちにはついてないですね。もしかしたら日本仕様つくかもしれないですけど、スイッチがハイローパッシングウインカー、あとホーンですね。でキルスイッチとスタートスイッチだけです。V ストローム250だとセンタースタンドがね標準でついてるんですけど、これはついてないですね。ただここにね、あの穴が開いてるので、これ左右あるんですけど、ここがねもしかしたらオプションで出るのかなっていうような穴が開いてますね。でサイレンサーは、まあ、ジクサー系と同じ形ですね。これねよく最近見ますけど、バイブレのキャリパーが前後ついてます。でフォーク系もねちょっと測ってないですけど、おそらく SX の方が太いんじゃないのかな。そうですね、太いですね。で三つ股の部分もボルトが片側2本に対して、V ストロームが1本、剛性は多分 SX のがあると思います。じゃあちょっとシートを外してみましょうか。タンデムシートの下がどうなってるかっていうね、ここ回してもらって、前側が開く感じですね。はい、こんな感じです。自己芯カップラーとトリセツファーストエイドキット、海外のやつ結構これ入ってますね、初めからね。まあ ETC ぐらいはつけれるスペースがありそうです。ここにちょっとした工具が、プラグレンチとドライバーぐらいですかね、はい、がついてます。はい、で後ろをですね引っ掛けて、これでロックですね。はい、シートの下はこんな感じです。でメインキーがここにあってですね、メーターちょっとオンにしてみたいと思います。なんかいっぱい出てきますよね。左側がすごい空いてるんですけど、これですね、なんかアプリをつなげると出てくるものだと思います。なんかナビとかがね出てくるらしいんですよね。はい、こんな感じです。じゃあちょっとエンジンかけてみますね。クラッチレバーを握らないとエンジンかかんないんですよ。今クラッチレバーを握りながらセルを押します。はい、こんな感じですね。あの今はすごいシンプルなんですけども、おそらくアプリを入れてスマホとつなぐといろいろ多分連動するっぽいです。取説を見たんですけども、まだ日本ではアプリのダウンロードができないようになってたので、ちょっとそれはね日本で発売されるまでにはなるんでしょうけど。はい、でメーター周りでいくと電源ですね。電源の取り出し V ストロームと同じくですね。ただ今回は USB になってます。 V ストローム250だと、シガーソケットになってたんですけど、今回この SX だと、USB ですね。じゃあついでにですね、今の V ストローム250も行ってみます。 V ストはですね、これクラッチ握らなくてもかかるやつなんですよ。はい、こんな感じですね。メーター周りはねこっちの方がシンプルですね。ちなみにこの V ストローム250はレンタルしているものなので、もしねあのちょっと乗ってみたいっていう方はホームページからレンタルの方へアクセスしてみてください。どうですかね、2台ともヘッドライトつけてみましたけど、 V スト250はハロゲン、まあちょっと優しい光り方をしてますけども、ジクサーの場合だと LED なのでもう白いですね、最近のバイクっぽい。
ヘッドライト、これをハイにすると、はい、ここですね、これでハイになります。あとスクリーンですね、ちょっと僕見て思ったんですけども、これね固定式なんですよね。このまんまだとちょっと高さをね変えれないタイプですね。VS650 とか1050とかはね、あのちょっとスクリーンの高さをいじったりするのがすぐできるんですけど、これに関してはそういう機構はちょっとついてないみたいですね。ただ多分アフターパーツメーカーさんがねスクリーンを出したりとかステーを出したりとかしてくれると思うので、まあそれはちょっと待ちましょうということで、まあ似てますけどね、 V ストローム250と SX と最低地上庫も V ストローム250って意外とないんですけど、 SX はね最低地上庫やっぱり高いですよね。よりオフ寄りに作ったんだとは思います。で車体も軽いのでこっちの方がオフに行くのにはいいんだと思います。でタイヤもねちょっとブロックタイヤになってるんですよね、まあ、そこまで激しいブロックタイヤでもないですけど、こんな感じですね。 V ストはもう完全にロードタイヤなので、はい、こんな感じですね。もう全然違いますよね。じゃあ2台ともアクセル回してみますね。うん、じゃあ次は V ストローム250。やっぱりね単気筒と2気筒だと全然同じ排気量でも音質だとか回り方とかが全然違いますね。じゃあ次はですねちょっと足つきのチェックをしてみたいと思います。はい、というわけで足つきチェックは神戸店店長田中です。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと足つきチェックをしたいので2台ともちょっとまたがってもらっていいですか。ちなみに何センチでしたっけ。173センチ。はい、はい、お、意外と高いですね。ちょっと高いですね。え、これつま先よりはちょっとついてる感じですよね。両足つま先ちょっとぐらい、うん、ですね。やっぱりちょっとシート高高いんですね。そう、最低地上高も全然違うんですよ、さっき見てたら。ね、ポジションはどうですか。ポジションは全然楽なポジションですね。ね、楽だよね。ポジションはいいけど足つき側だね。起こした感じはどうですか。起こした感じはそんな重たさは感じないです、うん、ちょっとシートが少し固めなんですかね。うんうん、なんかジクサーもそんな感じだもんね、確かね。はい、じゃあ V スト250円どうでしょう。まあ重いからね、こっちの方がね。あ、足つきはやっぱ全然違う。お、両足こんなぐらい。両足そんなぐらいです。あ、半分ぐらいついてる感じ。ちょっとこっち見てみようか。あれ、こっちほぼついてるでしょ。靴紐ほどけてるけど。あ、ほぼほぼついてる感じですね。ポジションなんか変わります。ポジションは本当にこの位置は一緒で、うん、こう高いか低いかぐらい。ああ、そうか。位置的には大体。うんうんうん。あとなんか違うとこあります。なんかサスとかもね、多分だいぶ違うような感じがするんだけど。そうですね、ちょっと今度乗りに行きましょう。これ2台だけどあれでしょ、 SX まだナンバー取れてないですよね。だからナンバー取れたらちょっと2台比較で乗りに行きましょう、これ。はい、ちょっとまだいつになるか分かんないですけど、どうですか改めて。あ、確かにこの横振りの感じも、まあ、こっちは全然軽さありますね。
やっぱりそうだよね。うん。やっぱりシートも若干高いですね。うんだね。もうなんか見た目が新しいですよね、SX ね。この丸めもいいんだけどね。うん。丸めもいいけど。でもこれあれでしょ。並行して発売するんでしょ。なんかそんな話をね聞いてるけど。だからもう用途が違うんだろうね、Vストロームでも。うん。だから多分こっちは今まで通りロングツーリングとかキャンプツーリングとかで、まあパニアとかトップケースつけて乗るのには航続距離もねすごい500キロ以上走るでしょ。そうですよね。うんうん。うんうんうん、そうですね。だからロードでツーリング行くんだったら V ストローム250だし、ちょっと林道行こうかなって言ったら行けそうだよね。多分そういう形で選んでもらえたらと思います。はい、じゃあそんな感じで今日の動画を終わりにしたいと思います。じゃあ次回ナンバー取れたらちょっと乗ってインプレしてみましょう。はい、はい、チャンネル登録とグッドボタン、まあコメントもね、あのこんなのやってほしいとかあれば書いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。